スイートピーをあげるよ。ライラックも一緒に、優しかった君にあげるよ。本当はグビジンソウとかフクジュソウって思ったけれど、悲しくなるからやめた。僕あまり高いもの買えない、だから素敵なものを探したんだ。僕が見つけた花言葉、心を込めて送るよ。スイートピーにライラックを、桜ソウを添えて、さよならする君にあげる。こんにちは、お口の恋人岡村陽次です。花言葉という曲をやりました。ずっと先週あたりからうるさく申し上げておりますが、第2部のアシスタント島岡みのぶさんに代わりまして、森友梨沙です。はい、よろしくお願いします。この番組が梨沙ちゃん、12月末で20年になるということでございまして、すごいですね。でもう皆さん薄々ご存知のように、私は結構年を取っておりまして、もう25年ができるかどうか分かりません。で、4年ぐらい前に一回ファンの集いをやったんですけど、非常に評判が悪くてですね、で、あんまりこの20年もやってる割に、イベント1回しかやったことがないんですね。で、4年ぶりの、20周年だからイベントやろうということでございまして、12月20日に、溝の口がございます。ここからもう電車で10分ぐらいのところ、溝の口劇場という、とっても素敵な劇場があるんですけど、ここで、これできてね、まだ10ヶ月ぐらいのところなんですよ。へー、うん、新しいところなんですね。ここで、岡村陽一のシネマストリート20周年記念ライブというのがございます。映画と実演2、映画と実演1というのを昨年の私の誕生日12月にやりまして、はい、この今スタジオにいる、3人、森友梨沙ちゃん、後で出てきます滝巻、そして西山幸宏の3人、この3人は非常に素晴らしい、私の可愛い弟子と言ってもいい、3人とも来てくれました。もう人類は2種類に分かれます。私のライブに来た人間と来てない人間に分かれる言うのは勝手ですから、私ので、まあその映画と実演というのがありまして、私がずっと、2014年から4年前からベトナム、スウェーデン、カタール話題のとこですね、来月もカタール行くんですよ実はそれで、その後台湾、滝巻ちゃんと行きましたんですね。台湾やって、去年はニューヨークで撮りました。このパラダイスシリーズというか、自分の、最初で最後の主映画を世界各国で撮ろうというふうになっておりまして、それで、それのロシアの撮影、エピソード4の撮影が、来月末から12月の頭にかけてロシア、サンクトペテルブルクとモスクワに行って撮るんですが、でこれの一部をちょっともうすでにお見せしようと、この12月20日に。で、そんなに早く、その前のパラダイスシリーズと、あと空墳パラダイス、まあ、滝巻の舞台挨拶もする、滝巻がなんかシュールな踊りを踊るらしいんですけど、で、まあ、そのやったりで、僕も歌歌って、であとさっきもお笑いの人は帰りましたね、ウォルト・ディズニーの大抽選会も、ございますので、これはちょっと普通では手に入らないようなものも用意しております。これが、ぜひ皆さん来ていただきたいです。12月20日の、7時会場、もう早めに終わりますから、ちゃちゃっともう忙しい時期ですが、ぜひ溝の口劇場、溝の口降りて歩いて4分ぐらいのところで、7時会場ですか？7時開演、間違えた、6時会場、お酒も飲めます。はい、行きたいですね。です皆さんぜひ、ね、人助けだと思って、まあだからちょっとオリジナル曲をその時やるんですけども、割と今年は結構曲がうまく、できてる年でございまして、なんか曲を
で結構リサちゃん僕の曲を聴いてくれたり、そうですね、今年すごい次々と新曲が次々と出てる、で一番最近作ったあのその後の大女優っていうドレッサーという曲なんですけど、これ非常に評判悪くてですね、これは やらない竹巻ちゃんがダメっていうんで やめようかなと思うんですけどね、割とその最近今年作った5曲の中では評判のいい曲を、今からやろうと思う。じゃあ今日 最初の曲に続きまして最後の曲です。エビのビスク。エビのビスクのスープを黙って飲んでる。昨夜ディスコで拾った女の唇赤い。昔ジャスコで買ったダサい服脱ぎ。俺はビスコをポッケに出かけよう街へ。世界は歪んでる。そんなに時間はないかもね。昨夜見た夢、女の鎖骨に俺はただすがってた。決してリスクを恐れぬ天才ディーラー。グッドリッチに決めてる。そこらのキャリアと遊ぶ。やがてタスクを終えた戦士が帰る。俺は安くに行くより一人のポンプでいたい。世界はきな臭い。命は出たと違うのに。昨夜見た夢、女の鎖骨に俺はただすがってた。世界は時々美しい。そんなに時間はないけれど、昨夜見た夢、女はサタンで俺はただ従った。エビのビスクを飲み干し女はまだいた。焦げたラスクをかじって笑った唇赤い。うんうんうにいるんですが、2人はカメラを回しているので拍手はサミーだけということで、はい、ありがとうございます。はい、というわけで、皆さん12月10日12日じゃない12月20日でございます、うん、ぜひですね、私はロシアから帰ってきてぐったりしてると思いますが、続いて12月20日、午後7時から、溝の口劇場でございます。よろしくお願いいたします。さあいきなり続けますが、その私と一緒に台湾に行って、もう2年前にですね、一緒に空墳パラダイスというのを撮って、でずっとこのねパラダイスシリーズって撮影してるんですけど、
ベトナム、スウェーデン行ってる。とにかくスウェーデン行った時が一番悲惨で、私がもういっぱいいっぱいになっちゃって、で、現場でこうみんなに怒鳴っちゃったりして、で、もう、だいたい一緒にずっと組んだ人全員辞めてますからね。そうですか。アシスタントとかレポーター連れてって。唯一辞めてないの滝巻だけですから。みんなこう現場でね、揉めるかいっぱいいっぱいになっちゃってるっていう問題がある。台湾は和やかでした。台湾だけが楽しかった。これね、去年ね、監督と二人でニューヨーク行って、ニューヨークの夢というのを4分40秒ぐらいの完成したんですけど、はい、そこは。僕が演じる中村っていう男が宝くじに当たって世界中さまようっていうストーリーなんですけど、このニューヨークの夢というのを取りに、1週間カナダ、ニューヨークに行ったんですけど、これももう監督と二人ですからね、男二人でしょ、ね、殺伐としちゃって、で二人ともお金がないもんだから、どっちが金払うかどうごめんしちゃってですほんで、なんかね、旅に行くとさ、気持ちが大きくなっちゃうじゃないですか。はいはい、で、最初の晩は とにかく節約しなかったって言ったんですよ。ファストフードに行ったんですよ。で、これは、でも結構ニューヨークで物価高くて、一、はい、人2000円ぐらい。あ、そうなんですか。まあ、スウェーデンよりはマシ。スウェーデンは高かった。で、二日目はね、はい、その監督が、岡村さん、やっぱりニューヨークといえばステーキですよって言ったら、それもそうだなと思って、なんかでホテルのアンちゃんに、なんかリーズナブルで not too expensive な美味しいとこ知らないって言ったら、ここ行ったことないけどいいらしいよっていう、それはボルフガムっていうホテルからまあちょっと歩いていくところ行ったら、嫌な予感したんですけど、そこに安倍総理とかウーピーゴールドバーグが来たっていう写真があったりするんですよ。でこれはどうだろうと思ったのもう座った後ですから、で2人で、まあでもせっかく来たんだからって言って、僕初めて、はい、生まれて初めて5年熟成肉ってリサちゃん食べたことある？ないです。要するに5年間なんか熟成してるんですよ、ね、これがねめちゃくちゃ美味しかったんですよ。で、すごく量も多くて、はい、ああ幸せって、はい、お勘定が2人で3万7000円だったっていう、はい、これは大失敗。これニューヨークからここに電話した時も去年言いましたけど、はいはい、これでもう青ざめてですね、そこから二人が険悪なムードのまま帰ってきました、ね。なるほど。リーズナブルのお店で。ねえ、でもほら、見た目がちょっとリッチに見えちゃったんですね。ふくよかだから。いや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 。それで、こっち帰ってきてから、その支店が有楽町と六本木にもあるって知って、一回来たいと思うんですけどね。本当ですね。うん。そんな今日この頃です。はい。滝巻と、あと4人で行きましたね。はい。楽しかったですよ。台湾がね。あれが、嫌なことは一つもなかったですね。毎晩なんかね、ホテルで、ね、楽しく飲んで、みんなね、面白いのはリサちゃん最高なのはね、海外撮影するじゃない、で撮って、今日撮ってこれいろいろこうだったっていうのをホテルで、もうだから本当はどこか食べに行ってもいいんですけど、見たいわけみんなで、だからもう夜でシャワー浴びてみんなで、ちょっと近くにセブンイレブンがあるんです。それがまた、よりも不思議なおでんが売ってて、これ日本では絶対売れないぞみたいなのが、ね、売っててね、そういうのまた買ったらね、またちょっと味がちょっと合わないなと思いつつも、で、ワインとかも異常に安いんですよ。怖いぐらい安い。300円ぐらいで売ってるんですよ、1本。だけどまあ、帰ってきて飲んで、見ながら、今日やったのをみんなで見るんですよ。それで滝巻も言うことを言う女じゃない。いや、岡村さんね、流行ったけどね、あそこはちょっとね、じゃああそこだけ撮り直そうか、明日とかね。そういうことを普通の映画の撮影ではできないじゃないですか、恐れ多くて。本当に恐れ多くて。あれは楽しかったですね。楽しかったです。僕らしか味わえない時間だなって、ただ海外に行って遊びに行ったんじゃなくて、撮影してこうだ、こうだ、今日はこうだったね、みたいなのがね。そういう楽しかったですよね。さあ、その空軍パラダイスという映画は皆さん、12月20日に、溝の口劇場、で、10周年記念ライブで上映します。で、これを見逃すと皆さんもう見ることはできないかもしれません。そうかもしれません。ぜひ。はい。滝巻のコーナーです。はい、滝巻種巻です。はい、映画の紹介いきましょう。はい。よろしくお願いします。今日はね、家族の話というのをご紹介したいと思うんですけれども、鉄拳ってご存知ですか？はい、知ってますよ。鉄拳のパラパラ漫画。これすごいインターネットで大人気で、もう世界中でね、人気を博してるんですけれども、この鉄拳の原作の、ストーリーを実写とコラボして、作ったという、挑戦ちょっとないですね、ないでしょ、こういうの。途中でなんかパラパラ漫画にこう映ってくっていう感じ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、いい感じに入ってて、もうちょっとなかなかおすすめです。で、ストーリーなんですけど、リンゴ農園を営む優しい両親とその一人息子、拓也。スポーツで神童と呼ばれた幼少期に、怪我をして続けられなくなり、挫折。成長し、大学に入ってからバンド活動に熱中。一曲認められ、音楽の道を目指そうと、両親には告げず大学まで辞めてしまいますが、その後がうまくいかずに、プロデューサーから見放されて、また挫折。うまくいきかけては、つまずくことを繰り返す自分に苛立ち、孤立していく拓也は、
田舎でリンゴを愛し育てることに全てを注ぐ父親をいつしか疎ましく思うようになっていました。何にもない田舎で同じことを繰り返してるだけのつまらない人間だと八つ当たりする息子を笑顔で受け止める父親。そんなある日、夢破れて里帰りした拓也は父親が大好きだった頃の自分と出会います。お父さんのリンゴおいしいよ。わがままで身勝手だった自分を黙っていつも明るく支えてくれた家族。注がれていた愛情に気づいた拓也に小さなささやかな奇跡が起こります。うん、いうお話っぽいでしょ。はい。でこの両親っていうのが時藤三郎と財前直美、はい、もうこんな両親に なる役をやるんだなと思ったんですけど、うん、であの拓也って主人公は岡田将生なんですけれどもね、うん、なかなかいいんですよ。いつもニコニコしてる優しいお父さんと、うんうん、お父さんをもうまあ信頼して大好きなもうお父ちゃんとお母ちゃんっていう感じなんですね。うん、で、鉄拳のパラパラ漫画がほらさっき お話ししましたけどインターネットで世界中に絶賛されていますが、この家族の話は2013年に鉄拳が信濃毎日新聞との企画として発表し、アジア太平洋広告祭で受賞、で涙が止まらないとネット上をはじめ各所で話題を集めた感動の名作なんです。でそれを実写化しました。でパラパラ漫画と、ね、実写の融合って新たな試みに挑み、物語に独特の情感を与えています。で、サブタイトルに家族はめんどくさい幸せだってあるんですけど、これは名言ですね。名言でしょ。めんどくさいよ。もうめんどくさいんですよ。縁切れないもんね。そうなんです。それでね、ほら誰でも子供から大人に成長する過程で、ほら親の思いや愛情がこう重かったり鬱陶しかったりして苛立ちを隠せないでもうるさいとかって当たってしまう。お母さんあなたのことを思って言ってるのよって それが邪魔なんだよ。頼んでねえよみたいな、ね、ぶったまね。そうあるでしょ。誰でもあると思うんですよね、うん、まあ反抗期とかねあるんですけれども、この面倒くささが温かく幸せなんだと感じる時が必ず来ます。反抗ね、反抗そう来ます来ます、うん、孝行したい時に親はなしっていうことわざがね、さりとて墓に布団はかけられない。そうです。すごい言葉ですね。すごい言葉ですよね。墓に布団かけられないわな。ね、でもほら最近ね、もう医療も進んで、はい、親はみんなほら長生きだから、いつまでも生きてるでしょ。意外にねまだいるかぐらい生きてますから。うちの親91ですからね。そうまだ間に合いますよ。ね、今からでもこの作品を見て両親に連絡したくなったり、優しい言葉をかけたりしたくなるのではないでしょうか。でなんかね最近家族をテーマにした作品が多いように感じるんですよ。はい、うん、で最近見たその、まあ、正直劇場の知り合いの役者が出てる舞台とかも、いくつかやっぱり家族っていうものを、あのテーマにしていて、なんか今まではねほら家族よりもその外側の世界に頑張って出ていくみたいな、まあ、話が多かった、冒険するみたいな、そう冒険するみたいな、そういうのが多かったと思うんですけど、だんだんやっぱりね家族の大切さとか絆とか、そういうものにもう一回立ち返って、再認識しようっていう気持ちにみんななってんじゃないかなって私は思います。はい、ね、でほら家族の話っていうのもストーリーがね全然目新しいわけでは、ね、ないんです、はい、何でもない ないんですよ。だけど、この目新しくないけれども絶対誰もがこの、あれ誰もが、もう共感するような温かくなるストーリーで、まあ、見ていただくと分かると思います。ああ私にもある、僕にもあるって思うことが絶対あります。おすすめします。はい、はい、どうぞ。私のはい、この年下はい、家族に特に恵まれず、はい、親とも疎遠、女神とも疎遠、はい、こういう中年男は見てもいいでしょうか。もちろんです。あの私が出演させていただいた家族へ、もう完全ですけど結局自分の宣伝じゃないか。あるんですけれども、その作品はもう本当の血縁関係の家族という意味ではないんです。家族、まあ、ファミリーというのは作っていくもの。嫌なババアの役やってるんですよ。いやいや、まあそうなんですけどね。悪役やってるんです、まあ、そう。例えば、だってこの、あのここのね、シネマストリートも、
ファミリーじゃないですか。みんなどんどん辞めていくんで困っちゃってる。いやいや、まあ家族はね、それぞれこう、独立したり、うん、まあ成長したりしていきますけど、うん、家族は必ず帰ってくるところがあるんです。うん、それが岡村さんです。いや、帰ってきたのは親さんだけで。みんなまた来ますと言いながら二度と連絡取れない方が多いんですけど。いやいや、まだ先までずっとあるから、そうそう大丈夫。というわけでございまして、ね。そうなんです。よくさっき海外ドローンの話しましたけど、はい、僕いわゆるこう、なんていうの、スワットとか、はい、あとなんだっけ、なんか暗い、要するに特殊クリミナルマインド、ああいうので、チームが悪い奴らをやっつけるというシリーズがすごい好きなんですね。それで、あのチームたちは、みんないつも同じこと、みんな赤の足りないんだけど、家族だよ、僕ら家族だよって言ってるから、だから、君のためなら命かけるよっていうのがね、だからこう遠くの親戚よりも近くの他人っていうのが私の人生観ですけどね。いやいや、私の大好きな、ほら、NCIS ネイビーのギブス、はいはい、ギブスも、家族だからってマイクハーモンがやってます。そうです。あれもいつまでも続いてますな。大好きだもん、うん、ギブスになってください。あ、そうか、自分は皆さんでご覧になってない方、何のことか分かってないけどNCIS っていうネイビーっていうね、この海軍の犯罪を取り締まるシリーズがあって、はい、これがもうシーズンないもっと10、もっと言ってましたっけ、15ぐらいやってます、ね、そうでしたね、うん、そうでした言ってます。でもうすごいんですよ。9は NCISLA ですね。LA が9を今やってたりするんですけど、このねシリーズのね、アビーが今度は去っちゃうんですよ。そうなんですよ、まあ、何のことか分かんないでしょうけど、とにかく、はい、この辺のシリーズの面白さ、そしてこの今回の家族の話もそうなんですけど、はい、家族って本当のこと言うと、子供ができて、まあ、例えば3人家族、4人家族になって、それが家族って言うだろうけど、本当は家族になっていくものではないかという話でもありますね。本当にそうです。もうね、これ、お父さんがいつもニコニコしてて、うん、息子が何か言っても、まあ、笑顔で、いいんだよ、いいんだよ、みたいな。この笑顔が鬱陶しい時って意外にあると思うんですよ。あるある、うん。だけど、それをうまい感じに時藤三郎が演じてて、あ、そうだよね、お父さんごめんね、あの時怒って、みたいな気持ちになります。うんうんうん、皆さん絶対思うことあると思います。うん、でも、鉄拳のパラパラ漫画って、すべてそういう、こう、自分の心の、こう、金銭に触れるというか、うんうん、揺さぶられるような、パラパラばっかりなんですよ、ね、だからご興味ある方はぜひインターネットで検索して、他の鉄拳さんのパラパラ漫画もご覧ください。いただくことをおすすめします。映画家族の話、公開は、はい、公開は11月23日金曜日、イオンシネマにてロードショーです。竹巻種巻キーのコーナーでした。はい、竹巻種巻キーでした。この曲の後は越鉄物語の特集です。ビーチーズモアザナウーマン。皆様お聞きの放送は川崎 FM FM ケーシティです。 79.1 メガヘルツで、ここ武蔵小杉駅前にありますタープレス1階の小さなスタジオから、あなたへお送りしております。毎週月曜日の午後1時から3時まで、私岡村陽一のシネマストリートでお楽しみいただいております。なお、この放送はインターネットで世界中のどこからでもお聞きになることができます。青森でも勝山市でも、皆様ぜひ川崎 FM に入っている川崎 FM に入ることは難しいです。これなかなかね、採用試験が厳しくてですね、私もこう20年やっておりますけどね、私も社員じゃないんですけど、ここに入るためにですね、第7次試験までクリアして、最後は英語、ドイツ語、スペイン語、韓国語、中国語、全部できるわけないだろう。すいませんでした。皆さん、川崎 FM のホームページに入っていただきまして、ぜひ、インターネットでどこでも聞けますので、ホームページに入っていただきまして、リスンレディオのところをチェックしてみてください。それで、どこからでも聞きになることができます。そして、この岡村市のシネマストリート専用サイトでは、過去の放送の動画をご覧になることが、できます。一度、岡村市のシネマストリートで検索してみてください。今日は番組初登場でございます。はい、この方です。こんにちは。監督の児玉義久と申します。はい、児玉義久監督でございます。はい、越鉄物語という映画を撮りましたけど、はい、その話は後でじっくり、横澤夏子さん、ね、はい、主演の、とってもグッドフレイヤーなんですが、はい、児玉さんは、2時間ドラマの帝王と言われて、いやいや、帝王というわけなんですね。だから皆さん、児玉さん、吉久さんの名前ご存じなくても、うん、もうすでに見てらっしゃるでしょ、児玉さんの作品は、一度や二度はね。はい、そういった作品あるかと思います。はい、私もなんていうか、アランドロンと言われてましてですね、はい、チラッとあドロンとしてそういう感じの一瞬ですね、うん、2時間ドラマ随分ね、火曜サスペンス劇場、はい、それから、以前、テレ東にありました月曜女のサスペンス、はい、そして、テレビ朝日土曜ワイド劇場、はい、
いろいろ、あ、出た、あ、消えたっていうね、よくほら、はい、あるじゃないですか、こう、なんか、刑事がいろいろ回ってくる。あります、あります。いろんな、三谷豊さんとかいる、はい、で、なんか写真を見せる。ああ、この男なら、この間の日曜の午後3時25分頃ここを通ったよ。でこれどう考えてもこのセリフはおかしいなと思うけど言えないですよ。ギャラもらわなきゃいけないですから。その、昼過ぎとかなのか、午後3時25分っていうのはちょっと監督おかしいんですか、ここまで考えたけどもう黙って。でもそう、ドラマ全体を見ると、まあこれ午後3時25分っていうのが重要なんだなというね。そうですね。はい、よくありますね。というようなことで。で、どうでしょう、2時間ドラマずっとやってらっしゃって。やはり2時間ドラマは、まあ、当然ですが、いろんな制約が多いというのは、日々感じてやってまして、さっくに最近はコンプライアンスの問題ありまして、はい、殺人事件を犯した人間がですね、うん、車を奪って逃げるときにシートベルトをするという、まあ、よくネタにもなってますけども、はい、ね、まあ、そういうのはいつも現場でもですね、これでいいのかなって思いながらやったりしてますけども、まあ、これでいいんだというふうに、そう、ね、してやってますね、すごい悪いやつなんだけど交通規則は守るしっかり守ります、はい、信号も守りますしね。あとまあよくネタになってるんですけど、どうしてあの地方の湯煙があるようなところで必ず事件が起こるんでしょう、はい、これはですね、温泉町とかで見た方がね、そこ行きたいなって。あとタイヤップの問題ございますね。それもありますね。私も随分いい思いしましたけど、はい、うん、なぜか看板が入ったりとかですね、うん、はい、看板がなぜかちょっといやいや大きいんじゃないかと、いやいや大きめに映り込んだりとか、あとどう考えても素人の人がセリフ一言二言言ってるような場合があるんです、はい、そこのおかみであるとかですね、そうですそうです、支配人さんとかですね、うん、私テレビ出ちゃったよとかだって僕らは逆にね、リサちゃんどっか地方の旅館とか行くと色紙があったりしますよね、うん、ここに沢口靖子が来たんだとかっていう、ちょっと嬉しかった、写メ撮ったりしてね、そうですね、はい、そういうことは、まあ、まあそれはちょっとお約束でいいんじゃないかと思いますけど、はい、ただもう一個だけですか、なんで一番2時間ドラマの終わりがけになると、はい、崖っぷちで、はい、なんか 4,5 人が立ってて、はい、告白タイムになるんでしょう、はい、あれはどうして。もともとですね、うん、その容疑者である人間が自殺をしようと企て崖に行ったわけですよね、うん、はいはい、それを止めるべく刑事が駆けつけて、うん、命を救い、事件の真相に迫るというシーケンスがあったんですね、うん、それからですね、うん、病みつきになったのはで、こう意外とこう、はい、意外な人が犯人だったって、はい、で後からやってきたりしてね、あれそうですね、で昔僕亡くなった風呂屋正人と友達で、はい、聞いたことがあるんですけど、はいはい、そのよく刑事物とかでね、はい、4、5人こう立ってるシーンがあるだろうっていうのは、はい、あれはなんでかって聞いたら、はい、あれは自分が今どこを撮られてるか分かんないから、いつ撮ってもいいように、こう、引きの絵を撮っといて、後で撮ると、繋ぐときに楽だって、それは本当でしょうか。まあそういう効果もありますし、うん、やはりそれ前までのカットがアップの応酬で、とても緊張する場面があって、ちょっとですね、はい、ふっとその一呼吸を置くために、引きの絵を入れるというのは、まあ、そうですけども。9時にサスペンスが始まるとですね、大体10時40分過ぎぐらいまで、はい、分からない。結構僕なんかもいやらしい、うすうすご承知のいやらしい人間ですから、はい、割と最初に分かりますね、はい、最初にちょっと出てきた人で、はい、全然無名じゃない人が犯人ですね、はい、まあもしくは、うん、この人がこの役で終わるわけないなと思ったら、ね、そうそう、結構大物がね、あれ、はい、これもう出てこないなんてことないなと思ったら、はい、実はね、昔のちっちゃい頃に悪い、あの子がお前なのかみたいなね、そうですね、あったりしてね、はい、しかし全部答えるのはさすがですね、即答ですね、だからそれは最近我々はそれをどうやって裏切ろうかとですね、ですね、お客さんの意識を裏切ろうかというところに工夫をして脚本を作ったりするわけです、うん、コンプライアンスの問題もありますけど、お客さんが目が超えちゃって、はい、そうです、ね、大変っていうのはないですかね、はい、私僕相棒っていう連ドラに出た時に、はい、打ち上げで脚本家が挨拶する場面があったんですよ、はい、もう恨みつらみ、これいいのかここでっていうぐらいみんなすごいメンバーがいる中で、水谷豊さんから誰かがいる中でですね、とにかくね、このプロデューサーはね、納得いかないですよって言ってね、それぐらいやっぱり切磋琢磨してんだなっていう、ね、はい、そうですね、うん、ありますね、なるほど、はい、すっとしました、はい、誘引が下がりましたか。いや、この曲の後、エチテス物語の話を、ガットトゥービーリアル、シェリルリン、すいません。これをしまってください。なんか何だったの？あれ、過去かな？優しくなる。心豊かに。動画配信。
信サイトのモビックスです。今日の番組後半は、まもなく公開になります映画、エチ鉄物語。エチ鉄とはひらがなで書くんですけど、特集を、お送りしております。その前に、最初に映画好きになったのは何かきっかけありますか？最初は007シリーズですね。はい。はい、うん、小学校の高学年でしたね、うん、はい。3年か4年かな。見て、はい、どう思いました？衝撃ですね、やっぱり。うん、あのかっこよさ。うん、大人の男の魅力というかですね、うん、こういう人を目指そうと。大人の世界ですよね、完全にね。そうですね、僕は子供の頃から見てますけど、はい、その時誰ですか？その時は一番最初は、うん、ロジャー・ムーアさんの死ぬのは奴らだという作品でしたね、はい、うん、それから病みつきになって、まあ、リバイバル上映でショーン・コネリーさんの最初のドクター・ノーとロシアより危うく見て、うん、これ平営でしたけども、うん、銀座まで見に行ってですね、いいですね、そっから夢中ですね、うん、あの来年新作が公開になるって、ね、今いろいろあのワブアウとかでも、はい、過去の24作をちょ、はい、放送したりしてますけども、はい、ハブリオセブの魅力って何ですかね。やっぱり普段の普通の人間では叶えられないような、うん、まあ、あのまあ、リアリティはないですけども、うん、そこにやはり夢があり、エンターテイメントが全部詰まってるっていう、ね、はい、これでも買ってみました。そうですね、はい、あれでなんでしかし細かいこと言う人っているでしょ、はい、いますね。そうすると W7 がこのタキシードを着て、敵と散々戦って、パッと次の場面になるとタキシードがすごく綺麗になって、はい、パーティーに参加してかっこよく酒飲んだりするじゃないですか、はい、そんなことはリアリティがないとかっていう人がいるんですけど、はい、いいじゃないね、それは。いいですね。あの潜水をしてね、潜ってきて家の中出て濡れてないっていうね、次の瞬間ウェットスーツを脱いだ瞬間にタキシードっていうんですね、まさかタキシードが多いですけど、ね、W7 ってあれはもうああいうのを楽しむ映画だっていうことで ね、いいと思うんですけどね、はい、でもそれとてもいいところから入られたと思いますね、はい、毎週僕聞いてるんですよ、どの映画がきっかけですかかって言うとね、はい、意外に多いのはスピルバーグが若い方は多いし、はい、W7 は、ね、初めてですね、あ、そうですか、うん、だから本当に娯楽映画の王道を来た方だなという小田さんの感じがいたしますけどもね、はい、あの僕は W7 で一番好きなのは何？私はですね、その後にありました私を愛したスパイというタイプの、はい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 、世界各国を回るというですね、あのロシアのね、ロシアの女性スパイと一緒に、うん、はい、あれが一番大好きでしたね。そうですね、はい、現実では味わえないいろんなことをやっぱり味わしてくれる、ね、はい、ゴージャスでしたね、とにかくね、はい、まあ W7 というともう車、飛行機、はい、そして電車が出てくるんですけど、はい、リサちゃん、はい、電車が出てくる映画というと何か好きな映画ありますか？私は、うん、あのもうすぐ公開される、うん、エチ鉄物語、うん、面白くないな。なんかそういう風じゃないですか、こう切って貼ったような展開はね、ワートらしいっていうのはね。W7 だとね、まあ、僕一番好きなのが、はい、あのこれ挙げる人多いですけど、はい、第2作の、はい、ロシアより愛を込めてこの中で、はい、あれオリエント急行かな、はい、亡くなったロバート・ショーとショーン・コネリーの戦いが、死闘があって ね、はい、ですね、これはもう名シーンですけどもね、はい、あの列車が出てくる映画っていろいろありまして、はい、まあ古くは鉄道員ってね、ちょっとこうグッと泣ける映画がありましたけど、去年リメイクが公開されましたオリエント急行殺人事件とか、はいはい、あの電子列車ってね、なんかドラマがありますよね。飛行機の中だと、はい、飛行機の中でもそのいわゆるこう危ないシーンとかあるんだけども、はいはい、駅に止まるわけじゃないから、そうですね、それほどいろんなことができない、はい、うん、なんでしょう電車なんか。電車はです、乗ってて、うん、車窓の、そね、車窓の景色を見てるだけで、うん、座ってるだけでですよ、自分を別の場所に連れて行ってくれるんですね、うん、別の経験したところのない場所に連れて行ってくれるというところがね、やっぱりこれ最大の魅力なんですよね。世界の車窓から、はい、今日は一節物語を紹介します、はい、あれもね、そうですね、はい、なんかね風情があるしね、はい、で電車の中だと、はい、例えば急に産気づく人がいたり、はい、あと何かちょっとうるさい人がなんか暴れてたりとか、はい、それをじゃあみんなどうするのかって、僕らが普段電車乗っててもそんなドラマがね、はい、あったりします、
さあ、そんなわけで地鉄物語という映画が、はい、これが公開がまずこれ映画を撮影した福井県で、はい、福井県で11月3日今週の土曜日ですね、はい、うん、先行公開されます、うん、これは福井県の県内には5つの劇場があるんですが、はい、そこ全てでやりますので素晴らしい、はい、うん、足並みを揃えていただいて、うん、これはもう県下全部で応援しようというですね、うん、そういったあの協力体制で5つの劇場を全てでやります、うん、はい、そしてその後東京にやってまいります、はい、その後は11月23日有楽町のスバルザという劇場さんで、公開されます、はい、あとは横浜の方ですと、まあ、皆の、ね、この近所の方、あの館内にあるジャッカンド・ベティさんでも、うん、はい、いいとこです、これは、うん、はい、分かりました。有楽町スバルザはね、はい、あ、見たことあります。あのね、もう有楽町の駅を降りてすぐあるんですけど、うん、昭和の雰囲気、はい、で自由席なの全部、いつ行っても、で予約できない、はい、なんだけど、で現金しかダメ、カードダメ、なんだけど雰囲気がね、はい、古くないんですけど、ビルの中なんですけど、なんかあったかい感じですね、はい、だからこの映画にはぴったり、はい、あそこでスター・ウォーズは合わないですよ、はい、いや、ほんとほんと、はい、うん、ありがとうございます。映画の雰囲気はありますけども、はい、さあ、一鉄物語は、一鉄とひらがなで書きます、ね、はい、物語、私故郷に帰ってきましたという、サブタイトルがついております、はい、こんなストーリーです。主人公は、山崎泉という女性です。これは横澤夏子さんがやってます、はい、人を笑顔にしたい、人を笑わせるんだという夢を持ち、福井から東京へ上京してお笑い芸人を目指しているんですね。しかしコンビを結成するも、まあ、売れずに、全く売れずに、もう解散寸前という状態にまでなってしまいます。そんな時、友人の結婚披露宴で、福井県に戻ってきた彼女なんですが、まあ、そこで越前鉄道の社長と出会います。これは笹野隆さんです。はい、笹野さんです、ね、でその越前鉄道の社長から、まあ、あのうちで働かないかと、アテンダントとして、電車のアテンダントとして働かないかというふうに誘われて、うん、まあ、あのお笑い芸人としての活動も、まあ、うまくいかない、なんか、まあ、彼女はその越前鉄道でアテンダントをすることを決意します。しかし、まあ、その福井県の実家に居候を始めるわけなんですけども、実は彼女は、まあ、養女なのでだということが分かるんですね、はい、うん、養女だっていうことが昔分かって、それでちょっとギクシャクしたまま家を出てきてしまっているので、うん、まあ、実家に戻っても、あの兄吉平との仲はギクシャクして、尾形直人がやっております、はい、うん、ちょっと家族もうまくいかない、うん、そして仕事も、まあ、頑張ってみても空回りしてしまったり、その、まあ、なんていうんでしょう、本気じゃないような態度、腰掛け的な、そういうちょっと後輩言われたりね、あ、うん、私は あなたみたいな腰掛け気分の人嫌いなんです、ああいう後輩ってたまにいるんですよ、います、ね、あ、島岡さんじゃないですよ島岡さんはクイーンですから、ね、はい、まあ、あのそういう仕事でもそういった態度がちょっと出てしまって、うん、仕事でも、まあ、家族でも居場所にちょっと迷っている、うん、そんな女性の物語なんですが、あの、まあ、そんな時、仕事をしている時に列車内である事件が起きます、はい、その時これは申し訳ありません、はい、うん、罪が取った行動とは、はい、でこれがまた大変なことになっているというですね、はい、ストーリーです。監督、はい、これを映画化しようと思ったのはどうして。これはですね、もともとこの作品のプロデューサー、まあ、河合さんという、うん、まあ、女性のプロデューサーですが、うん、彼女はこの地元の勝山市の出身なんですね、うんうんうん、で自身も、まあ、若い頃国を飛び出してきてっていう経験があったもんですから、で彼女自身がですね、この本を、まあ、原案だった本がありましてね、アテンダントさんの第1期生が書いた本が、あ、そうですか、はい、まあ、苦労話が書いてあるんですが、まあ、その本を持ってきて、これなんとか映画化できないかという相談をされまして、で彼女の熱意にまあほだされまして、はい、私も本読んだところをとても面白いということで、うん、じゃあこれを、まあ、ストーリーラインを作って映画化しようじゃないかということになりまして、うん、参加させていただいたというのが次第ですね。でこの越鉄物語というのが、はい、なんとなく、ああそういうストーリーかと皆さん思うでしょう、はい、ところが点々点という部分がいくつもありまして、この曲の後じっくりと、ちなみに、今日はですね、最初の私が2曲歌った歌以外は全て、児玉義久監督の選曲によるものです、はい、この曲の後もっと、グロリア・エステファン、コンガ、グロリア・エステファン、コンガでした。いいですね、監督、選曲が楽しくなってまいりました、はい、さあ、越鉄物語見てリサちゃんどうでした。あの見どころとか、うん、そういうのいっぱいあるんですけども、はい、まず一つあのテーマ、まあ、私の勝手な見方なんですけども、はい、テーマとしてすごく心にきたのが、はい、その、まあ、主人公の泉
はもう一度挫折しているわけじゃないですか、ね、もともと夢だったお笑い芸人を諦めているわけじゃないですか、でその諦める、夢を諦めるとか挫折してしまってすごくマイナスなイメージだと思うんですけど、この映画すごくそれを前向きに捉えられるというか、挫折したって別にそこで全てが終わるわけじゃない、そうです、なんかそういうメッセージをすごく感じたので、そこがまず一番感じ、まあ、心に来たというか、あと他にはですね、まあ、景色がすごく映画に出てくる景色がすっごい綺麗なんですけど、僕ら知らない、なんかね、福井県のことをよく知らないですよね、知ってるようでね、でその、まあ、有名なものだとやっぱ東尋坊とかっていう、もうすごいいっぱい出てくるんですけど、それがすごい強調されてないんですよ、潜水ですよね、なんかあくまでもその日常的な景色、風景として映ってるものがすごい素晴らしいな、監督、兵庫県の加古川市ってご存知でしょうか、から出てきて、あのリサちゃんも、まあ、お笑い芸人としては挫折、あのお笑い芸人じゃない、とにかくいろいろ自分と重なる部分があるんじゃないですか、そうですね、もうそろそろお父ちゃんお母ちゃんも年取ってきて、ふるさと帰るべきか、そんな思いませんでした、思います、私もやっぱりその、あの故郷に帰って、やっぱりその遊びになんかもう故郷に帰ったからって言ってやっぱりもう全てずっと楽しいわけでもないですし、やっぱりお母さんとかにあんたどうなんよとか、最近何してんのとかってすごい言われて考えたりもするので、やっぱり自分とも重なるなっていうふうに思いましたし、その演じてる横澤夏子さん、もうこれあのキャスティング、まあ、横澤さんご自身がすごい今すごい活躍されて、腕上げたな、今ちょっと感動してます私、わかります、いつの間にか他人の話にすり替えてるでしょ、この技術力すごい、もう自分の話はもうこれいいって、あの昔ねアシスタントやってたね、あの、北園大香ちゃんっていう人がいたんですけどね、あの人がやっぱりでもあのあれですか、頑張らなきゃいけないけど、どう思ってるの実家はって言ったら、岡村さん、私は何が何でも故郷に綿を飾るんですって言ってたいい人でした、話が逸れてしまいました、横澤夏子さんのキャスティングというのは、まあ、これはあのまあ僕と河合プロデューサーの方からですね、混ぜたまあストーリー作っている上で、これ実際あの今活躍の女優さんにやってもらってももう一つかもしれないよねってことで、そうじゃない方がいいんじゃないのって話になった時に、あ、これ横澤さんいいよねってなって、一問にもなく僕は賛成してですね、もうその足で吉本興業さんの方に行って、そしてもう自家談判に高額なギャラ吹っかけてくるでしょう、下村なんて。そんなことないです。そんなことなかったです。とてももう紳士的にですね、対応していただきまして。でも横澤さんにとっては嬉しいんじゃないですか、主演映画ですよ。もう本当にもう、もう何度も言ってますけど、彼女は本当にこれは夢なんじゃないかと、なぜ私が主演女優っていうようなことをですね、おっしゃってました。なんか僕結構ファンで、なんかあの人って面白い、こうなんかこうめくりがあって、あの二日酔いの女って、もう私も疲れちゃっても気になりすぎて、もう嫌だ、私だけ、また飲もうって言ってできるっていうああいうのがね、本当にうまいですよね。で、ちょっと何か今の女の子の少し、ダークサイド、ちょっとしたマイナスを選ぶのがすごくうまいから、ぴったりなんですよ。この人もマイナスを抱えた女ですよ、この子もね。で、まぁ、ちょっと、お兄ちゃん、まぁ、尾形直とかね、来た瞬間に、あ、もう歓迎してないなっていうね、私なんかのリアルってそうですからね、家帰っても誰も喜ばないから、すいません、ちょっと今話が、リアルな、すいません、今、カットカット。いや、じゃあ本当にね、あの、むっとした感じね、尾形直人がね、お前帰ってきたら行くとこあるじゃないかって、もう仏壇に行けない、亡くなったお父さんのとこに行くって、あの辺がちょっといいですね。あそこからドラマこう始まってる、そうです、そうです。で、最初に駅に着くじゃないですか、帰ってきた時も雨なんですよ。あれは多分撮影の日が雨だったと思うんですけどね。でも雨だっていうのはまた合ってるんですよ。なんとなくこう歓迎してない、この後の前途たなんだなっていう感じがあってね。あそこをね、分かっていただけるととっても嬉しいですね。あれね、撮影初日だったんですね。初日の最初のシーンです。雨降ってました、ね。すごく降ってましたね、また。これでいいのかというね、周りの空気もありましたけども。で、そこで僕は、あ、これでいいんだっていうふうにですね、むしろこれの方がいいんだというふうに思って、さあやるぞって話になって、その瞬間にもう皆さんのスイッチが入ったというかですね。です。あそこがね、僕はね、あ、きっとこれ雨で撮ったんだなと思ったけど、でも結構ね、雨って意外と映らないもんなんですけど、すごく映ってるから、すごく降ってたと思うけど、この後のこの女の子の前途がちょっと見えてて、大丈夫かなっていう感じがいいですよね。何かあるんだなっていう気がね、その最初のシーンで、2シーンぐらいでもう出せましたので。それで僕好きなシーンはね、あの、これ言い出すと番組終わらないというか、あの、いつまでも続いちゃうんですけどね。ある、ちょっとイケてる、まあ、エチテスで働くことになったイケてる人と、じゃあ、名所案内するよって言って、行くわけ。そしたら、
女の子がいて、はい、娘なんですよ、で、まあ、お母さんもいないみたいなんだけど、はい、へえと思って、それでもうその女の子子供だから、え、これが新しいママーとかって言っちゃって、はい、じゃあ行こうって言った時に、あの横澤夏子がちょっと複雑でもちょっと光栄って言うんですね。あれはね、横澤夏子しかできないな、はい、あそこがこの映画のおへそですね。はい、そうですね、うん、そこを分かっていただけるとすごいですね。やっぱりちょっとしたその、はい、なんか小ネタじゃないですけど、うんうん、その道を歩いてて、はい、なんか自分の足で歩かないとこういうのはちょっと分かんないわよねみたいな、うん、歩きにくいわよね、うん、みたいなこと言ってちょっとこけたりした時に、うん、もうその、まあね、支えてくれるんですよ、まあだけね、うん、その時の反応というのも、うん、時々横澤さんがちょっと芸人の顔を見せてベタなことをやるんですけど、うん、その辺の、あの、いやらしくないというか絶妙なんですけど、その辺やっぱり演出の時抑えられたりしました。ちょっとなっちゃんやりすぎとかって、うん、そんなことない、ね、ありましたね、ありましたね、はい、うん、微妙にありました。もうちょっとやっていいよとかですね。なるほど、はい、うん、ありましたね。その辺のさじ加減がね、あの芸人横澤夏子じゃない部分と、はい、そうな部分が両方あって、はい、例えばその今やってるあの日曜劇場のあと井本彩子が出てるんですけどね、はい、あの下町ロケット、はい、あれはもう完全に普段の井本を捨ててるわけです、はい、誰これっていう感じなんだけど、はい、その辺がこっちはちょっと両方がブレないされてるように、はい、うん、はい、だから最初にも私はあの普段テレビで見てるなっちゃんもあるけども、それ以外のあのいろんな表情見れますよ、そこがやっぱりこの作品の売りなんですよっていうことを言ってましたね、人とのなんか出会いっていうのがすごい大事だなって思いました、はい、まあ、この主人公の泉も、いろんな人、まあ、兄もそうですけど、はい、その松原千恵子さんの演じている、はい、まあ、はい、いつも電車に乗ってるお客さん、はい、役をされてると思うんですけど、はい、その方と出会ったりだとか、はい、その H 鉄の、ね、社長の、あの松原千恵子さんはね、はい、私大変親しくさせていただいて、はい、ここお家にもここにも何度も来ていただいてるんですけど、はい、あの人の持ってる品、はい、千恵子さんの持っているが非常にいいね、この映画の推しピンみたいになってるんですよね、はい、時に浮ついてしまいがちなあの子のためのね、はい、でああいう人って人生で必要だなっていう、はい、エンジェルのようなところもあるしね、はい、出てくるのと、もう一つは忘れてならないのは、あの児玉良久監督は2時間サスペンスの帝王だということですよ。2時間サスペンスといえば東尋坊ですよ、福井県で自殺の名所なんです。私も行ったことありますけど、はい、怖い怖い。私あの、サイパーの万歳クリームも行ったことある、はい、あそこよりよっぽど怖いです、東尋坊の方が、はい、うわ、もうここから落ちたら死ぬなってるところなんですけどね、柵がないそうですね、柵がないんですよ、で、東尋坊の、あの、あそこで、あの、看板があって、はい、待って、もう一度考え直して戻れっていうので、あの、自殺しようと思った人が行って、はい、やめようと思ったんだけど、考え直してまた飛び込んだっていう、あの、本当の話があるらしいんですけども、それは置いといて、東尋坊で何か起こるかなと思ったら、ちょっとあることが起こるっていうね、はい、あの辺の使い方も、はい、ちょっと、なんていうか、シャレのようであり面白い。そうですね、はい、うん、まあ、東尋坊にクリームちゃんと理由がありましてね、はい、彼女 の, その若い時の過去のね、うん、あの自分 の, その思春期の頃の思いをどうぶつけていいかわからない時に、まあ、そこに来ていたんだよというちゃんと裏付けがあってそこに行くわけですね、うん、だからまあその一種観光映画のようにならないような、うん、まあ、形にっていうのはやっぱり気をつけていましたね。非常に映画はね、はい、立体的です。あ、はい、エチデス物語ぜひご覧ください。今日最後の曲です。綾野響き、春松君へ。この番組では皆様からのリクエスト曲、番組への感想などをお待ちしております。宛先はこちらです。郵便番号 211-8566 川崎 FM 岡村陽一のシネマストリートの係まで。ファックスナンバーは川崎 044-711-1400 044-711-1400。 E メールアドレスはすべて小文字で kst@kawasakifm.co.jp までお待ちしております。11月3日と11月23日福井県東京の道所、これ舞台挨拶もございます、はい、ございますので、はい、よろしくお願いします。この曲いいですね。これはですね、綾野響さんという方の曲で、うん、私の中ではこの石鉄物語の裏テーマ曲です。はい、もう絞ってしまいました、すいません、一瞬でございました、はい、もうある意味でね、このロッキー、もう一人のロッキーって僕はあのポーリーっていうね、タイガーシャイガーのお兄さんだと思うんですけど、ね、はい、うまくいった人といかない人の一つ、はい、格差みたいなのも出ててね、はい、非常に越前物語おすすめでございます。はい、ありがとうございます。児玉義久監督でした。ありがとうございました。ありがとうございました。岡村陽一のシネマストリート。すみません、バタバタで申し訳ない。いえいえ、ありがとうございます。さあ、島岡さん、今日いかがでしたでしょうか。はい、ドラマゲームオブスローンズ、ちょっと R15 でドキドキ感、ちょっとかなり振り切れてる感じありますけど、ハマりますね、見始めるとね、うん、第7章まで来てます。皆さんどうぞご覧ください。はい、そして、今日は菊の花の紹介でした。サミー、いかがでしたでしょうか。はい、エチテス鉄道、うん、はい、僕あの高校
高校卒です。高校卒業して、うん、失恋旅行に行ったのが福井だったんですけども、うん、福井の人に励まされなんとか今まで生きています、はい、クリーニング屋であの 川に落ちた僕をの服を洗ってくれたあおばちゃんありがとう以上ですマッキーはーい今日私がご紹介した家族の話というのも、うん、今日 あのゲストの一列物語も言ってみれば家族のお話でそして、挫折から希望にこう向かっていくみたい なんかストーリーがすごく統一してるとか似てるとか同じものがあってこれからもこの家族を大事に絆を大事にする日本人頑張れっていうメッセージを発信していきたいですねはいありがとうございましたそして、今日は、番組初登場、はい児玉監督、はい、いかがでしたでしょうか今日は映画のですね、ちょっと芯を食ってくれたお話をしてくださったのでとても嬉しく思いました、はいはい、でこれを通じて皆さんに一人でも多く見ていただけたら嬉しいなと、はい、来月公開でございます、はい、そして、臨時アシスタントもやりました、はい、リサちゃんはいお疲れ様です今日はなんか番組の全体的に家族とかお仕事とかそういうお話が多かったなと思うんですけどやっぱり私も全然親に連絡をしなかったらなんかあなたは親を捨てたとか家族を捨てたとか言うでしょ言われるので本当言うんだよねちょっとやっぱり連絡しないなっていうふうに思うような、うん、今日は一日でした、はいはい、ありがとうございましたというわけでございました監督、はい、初対面なんですけどなんかとても話しやすくて、はい、なんか最初はちょっと2時間ドラマのこととか僕も W7 大好きなんで、はい、そっちが頭に血が上ってしまって、はい、越鉄鉄道の話がもうああ足りないになってちゃってちょっとそこちょっと失敗しましたけどでも本当にね番組中にも申し上げましたけどね立体的なんですよねただこうやって誰か挫折してふるさと帰ってきた、はい、よかったねって話では全然なくてね、はい、すごくいろんなことは人生あるけども列車のように進んでいく、はい、で番組中に言い逃しました山崎銀之丞さんがちょっと割役出てくるんですけど、はい、彼はねきっと奥さんに逃げられたかなんかの設定だと僕は思うんですよ、うんうん、意外と横澤夏子とね第2部があったのでよろしくやってるんじゃないかなって、ね、ちょっとスケベそうでしたんですよ、はいはい、ちょっと思いました、はい、ああいう役をやってみたいです、はい、というわけでございましてまた児玉監督またいらっしゃってください、はい、ありがとうございますありがとうございましたありがとうございましたまた来週です、はい